イ・ビョンホンは、韓国の俳優。身長177センチメートル、体重72キログラム、BH エンターテインメント所属、関陽大学王仏語仏文学科卒、中央大学校新聞放送学科大学院、中退。実前は、韓国で1996年度ミスコリア賞を受賞し、モデルやタレントとして活動している、ユーニ。 関陽大学校仏語仏文化在学中にアルバイトでコカ・コーラなど多数の c e f でモデル活動。母親の友人が TBS 公開採用オーディションの願書を持ってきて俳優の道を進められ、1990年 TBS 公開採用14期生に合格。翌1991年トップの成績で研修を終え、すぐにテレビドラマアスファルト我が故郷で 俳優としてデビュー。翌1992年放送開始のテレビドラマ、明日は愛は2年もの間放送され、主演したイビオン本自身も青春スターの代名詞となった。1990年代は主にテレビドラマで活躍。大学院では後に JSA で共演するイオンへと同期。映画デビューの1995年、誰が俺を狂わせるのかと2作目の、 ランアウェイで各映画賞の新人賞を受賞した。1998年、新人歌手、著存者、ミュージックビデオ、ツーヘブンと札幌を舞台にした、不滅の愛愛2に出演。俳優が歌手のメガボルトに出演する初めての試みで、映画のようなストーリーと映像で大ヒットした。この大ヒットをきっかけに、歌手のメガボルトに有名俳優が出演し、その後は、 メガボルト出演を機に注目を集めた新人俳優がドラマデビューするなど歌手のメガボルトが注目を集めていた。1999年アルバム 2Me を発売。タイトル曲 Tears はドラマハッピートゥ・ギャザー』の挿入歌。2000年当時の韓国の観客動員数記録を更新した映画 JSA では韓国軍兵士を演じ。 1> 第1回不参映画評論家協会賞、主演男優賞を受賞。2005年に主演し、ハリウッドのエージェントと契約するきっかけとなった甘い人生では、映画評論家協会賞をはじめ3つの主演男優賞を受賞。演技力に加え、作品ごとにあらゆるキャラクターを演じられることから、千の顔を持つ俳優と称された。2006年、韓国人俳優として、 初めてフランス政府から文化芸術勲章を授与される。2007年俳優が演技に集中できる環境を提供できる事務所と長年連れ添ったマネージャーと独立しピオルナンアクターズを設立。その後 BE ハッピーと自身のイニシャルから BH を取って BH エンターテインメントと社名を変更。 通常のマネージメントはもちろん、グローバルエージェント事業部門を新設し、アメリカ、日本、中国の芸能事務所やエージェントと提携して、国内外の俳優の海外での活動をサポートしている。2013年10月現在、自身を含めハンヒョジュコス、ペ、スビン、チングなど数名の俳優が所属している。国内の映画や海外の映画作品に出演していたが、 2009年6年ぶりとなるドラマ、アイリスに主演。KBS 演技大賞の最高賞に当たる大賞や、百層芸術大賞テレビ部門最優秀演技賞、国会大賞特別賞など、テレビドラマ関連の賞を多数受賞した。この活躍は、国内だけではなく、韓国人俳優として、初めて、中国第14回 CMA&IA、アジアで最も影響力のある、 俳優賞や国際ドラマフェスティバルイン東京ベストアクターインアジアなどアジアの賞でも受賞した2009年 G.I. 上のストームシャドウ役でハリウッドデビューを果たした2012年主演映画王になった男が韓国歴第3位となる1231万9542人を記録同作品は大金賞最優秀作品賞を受賞し 自身も、男優主演賞を受賞した。2013年、G.I. ジョーバックにリベンジの、ストームシャドウ役で出演。2015年、ターミネーター新起動、ジェニシスに、T、T-1000 役で出演。日本企業、韓国企業映画、ドラマ関連は除く2004年の紅白歌合戦に、ゲストとして出演し、スピーチを行った。韓流四天皇と称され、CM 出演。 ファンイベント開催、写真集出版など日本での活動も行っている。美しき日々が日本で放送されて以降、高橋和也が専属とも言える頻度で担当していたが、アイカム・ウィズ・ザ・レインを皮切りに、韓国外の映画にも出演するようになってからは、高橋に代わり坂口周平が吹き替えを担当することが多くなっている。ただし、メモリーズ追憶のニア王になった男の、 BS ジャパン版に関しては高橋も担当しており、必ずしも坂口が担当しているわけではない。ありがとうございます。